内藤先生、はい、東大に受かる人の特徴ってどんなものがありますか？それはモテる男子の特徴と同じですね。どんな男子がモテると思いますか？時間を守る人、浮気しない人、面白い人ですか？それって当たり前のことですよね。でもその当たり前のことを当たり前にできる人が少ないから、女性は男性にそれを求める。東京大学の受験も全く同じで、当たり前のことを当たり前にできますか、つまりきちんと読み書きができますか、国語かなりの人、現代文読めてない人多いんじゃないでしょうか。数式ってきちんと読み取れますか、運動方程式を見ても結構情報きちんと読み取れてない人もいますし、体系的に勉強できない人もたくさんいます。なのでその当たり前のことを当たり前にやる人たちだけが東大に合格しますね。先生、はい、原稿忘れてませんか？やば、忘れてた。